はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、シリウスです。というわけで今回は、昨日 COD ジャパンさんから発表された、ウォーゾーンのコミュニティ大会についていろいろね喋っていこうかなと思います。結構ね急に発表されて自分も驚いたんですけど、ウォーゾーンランクのキャンペーンとあとはそのコミュニティ大会のやつがね結構いろいろね発表されて、まあ、その COD ジャパンさんがね結構、ウォーゾーンをね盛り上げようと今ねいろいろやってるところなので、今回はねその中での、コミュニティ大会についていろいろ喋っておこうかなと思うので、よかったら最後まで見ていってください。こんな感じで自分のチャンネルでは、そういうね COD の解説だったり、あとは COD のプレイ動画、あとはメタ武器紹介といろいろやってますので、もしよければねチャンネル登録だったり高評価などで応援のほどよろしくお願いいたします。それでは早速ね大会の詳細の方を見ていきたいなと思います。はい、というわけで、ウォーゾーン 2.0 コミュニティトーナメント概要ってことで、これが、今 COD ジャパンさんがね、ツイートで発表したやつかなの、大会の詳細となっております。詳しい内容につきましては、公式のねツイート、このね大会についてのツイートの、リンクと、あとはこの概要の、リンク貼っておこうかなと思いますので、そちらでね詳しくチェックしていただけたらなと思います。はい、でまずね開催日見ていくと、6月の24ですね、土曜日にやります。募集人数は最大50チームの150名ということで、トリオ形式ですね、トリオ形式で採用されてます。でエントリーは、6月18日まで。で、確かね、ツイッターで言われてたのが、先着順で埋めるみたいな形だったと思うので、もし気になる方はね、早めに応募することをお勧めします。でまあ、参加条件はこのディスコードから入ってくださいというわけで、大会スケジュールはこんな感じ。まあ、さっき言ったやつですね。大会スケジュールはこんな感じで、当日の流れはこんな感じ。まあ、6時半スタートで、まあ、4試合、全部で4試合やるよって言った形となってます。で、商品見ていくとこんな感じ。1位はまずブラックセルコードを3つ、あとは COD ポイント2400ポイントが9、あとは、シーズン3限定ポスターが3つもらえるといった形となってます。まあ、ブラックセルコードっていうのは、バトルパスの高級バージョンですね。ちょっとね、高い値段払うと、さらにね、バトルパスで、報酬がもらえるといったのがブラックセルコードとなってます。まあ、なのでなかなか、普段ね課金してない人は入手しづらい、ものがもらえるといった形となってます。であとは COD ポイント 2400×9 ってことで、こちら1人当たりにだいたい7200かなもらえる計算となってます。これ結構豪華ですね。最後にシーズン3限定ポスター3つということで、まあ、シーズン3のね要素が詰まってる、まあ、そういうイラストとか、あとは、なんて言うんだろうな、なんかジャケット写真的なもののポスターがもらえるのかなと思います。自分は昔ウォーゾーンのシーズン6かな、ウォーゾーン1のシーズン6かなんかのマウスパッドって言ったらいいかな、そういうのもらったんですけど、結構かっこよかったんで、今回のねこのシーズン3限定ポスターも結構かっこいい感じのものがもらえるんじゃないかなと思います。続いて2位は COD ポイントが 2400×6 のシーズン3ポスターが3つといった形となってます。まあね、6つもらえるということで1人当たり4800になるのかな、 COD ポイント。まあね、1個分少ない形となってます。で第3位は、さらにね少なくなって、COD ポイント 2400×3、そしてシーズン3限定ポスターが3つもらえる形となってます。さあ次に基本ルール見ていきます。まあここら辺はすっ飛ばして、プライベートマッチの BR トリオス、まあ、ランクペレルールですねでやるそうです。で試合数は4試合で、大会順位はキルポイントプラス順位ポイントの合計で決定。順位ポイントは、1位が15ポイントですね。で2位が10ポイント、3位が5ポイント、そしてキルポイント1キルごとに1ポイント入る形となってます。まあ、なのでキル稼いでね順位が取れなくてもまあなんとかなったりしますし、逆にキルが取れなくても、1を取れればね15ポイント、まあ、15キル分取れることになるんで、いろいろね作戦が、組まれるかなと思います。まあ、使用可能デバイスはねまあいろいろ対応してるよって形ですね。はい、あとはねもう注意事項とかなんかいろいろね個人での配信だのなんだのって感じなんで、ここら辺はすっ飛ばしたいと思います。はい、でちょっとね戻ってきたんですけど、プライベートマッチについてちょっと話していきたいなと思います。ウォーゾーンのプライベートマッチというか、ウォーゾーンのシステム的に、基本的にはね通常のカジュアルモードだったりランクプレイっていうのは、
こちらのね、カスタマイズを組むときに武器レベルを上げなければいけません。でないと、アタッチメントをつけることができなくて、あとはいろんなアタッチメントを使用することができないんですけど、プライベートマッチ、ウォーゾーンのプライベートマッチではそれらが関係ありません。例えば自分は、マークスマンライフルにあるクロスボウレベル3なんですけど、これらのねレベル3のクロスボウいろんなアタッチメントをつけることができます。こんな感じでね。なので、武器レベル、まあ、初心者の方とかでね、武器レベル全然上げれてないよっていう方でも、こちらのプライベートマッチではそちらのね、アタッチメントとか調整とかがいろいろできる状態になってますので、そこら辺はご安心して、参加してもらえればなと思います。これね結構重要なので今回覚えていってほしいかなと思います。ちょっとね今回の動画は短めなんですけど、こんな感じで、今日の動画を終わりたいなと思います。本当ね急にウォーゾーンのねカジュアル大会というかコミュニティ大会やるよっていう形でね始まったわけなんですけど、本当ね、普段ウォーゾーンやってる身としてはかなり嬉しいイベントなので、まあいろんな人たちにね参加してもらいつつ、自分もね、今回の大会に参加する人たちのためにも、まあいろんなねウォーゾーンの解説とか、まあ武器紹介とかできたらなっていう風に思ってるので、まあ今後もね頑張っていきたいなと思います。そんな感じで今回の動画は以上となります。最後までご視聴していただきありがとうございました。今ね、ちょっとウォーゾーンしんどい状況ではありますが、皆さんね、一緒に頑張っていきましょう。それでは、バイバイ。